はい、初詣の買ってきた福鈴、えと鈴か、えと鈴ですね。今年は寅年ということで、ねえ、牛、虎ですね。今年3つ目。この玉のね、鈴、謎なデザインです。すごくいいですよね。はい、今スタバに来てます。でスタバで今日ね、カプチーノ、今ね、午前中11時前なんで、カプチーノです。カプチーノね、午前中に飲めっていうね、格言があったりなかったりしたような気がするので、それとちょっと軽くね、つまもうと思います。いただきます。うん、美味しい。はい、今日はお昼にね、ビゴリを食べようと思ってわざわざやってきました。さっきね、スタバにいたのはこれをね、オープン待ちでしたね。ということで、ビゴリ、久しぶりのビゴリですね。鎌倉、今日は、ね、極みにしました。ということで、いただきたいと思います。じゃあ、いただきます。うん、美味しい。美味しかった。コーヒータイム。今日はね、オリジナルブレンドですね、田島屋さんの。で、今ちょっとね、昼寝してて、起きたばっかりなんで、ちょっとぼーっとしてるんで、ちょっとね、キリッとさせるためにコーヒーでも入れようかなっていう感じです。今日ね、久しぶりに、ビゴリっていうね、品川シーサイドのイオンの、中にあるなんだ、フードコートにあるお店なんですけど、今はね、結構フランチャイズとかでいろんなところに進出してるんですけど、もともとはね、その品川シーサイドのイオンの中にあるフードコートから始まったお店で、でそこでね、ボロネーゼっていう、まあパスタですよね、ミートソースのパスタみたいなのを出してくれるお店なんですけど、そこね、すごい美味しくて、で、チーズとかもね、トッピングでものすごいかけてね、カバクラみたいな感じで、もうパスタがね、見えなくなるぐらいかけてくれたりとかするんですけど、それがね、まあちょっとね、コロナとかが流行り始めて、で、フードコートっていろんな人が来て、ちょっとあんまり清潔ではないと、まあ勝手には思ってるんですけど、その結構その入れ替わり立ち替わりにね、いろんな人が同じ席を使うじゃないですか。でそれでその席のメンテナンスって、普通のお店だったらちゃんとね、一人、お客さんが帰った後にそのテーブルを片付けたりとかして、でテーブルの台とかね、テーブルとかをちゃんと拭いてくれたりとかするんですけど、フードコートってね、そこら辺はやってくれないので、自分でね、やらなきゃならなかったりとかするんですよ。でベタベタにね、テーブルの上が汚れてたりとかしてて、でそれが嫌で、てか嫌っていうかね、ちょっとコーヒー入っちゃった。はい、コーヒー入れ終わりました。嫌というか、そのなんていうの、コロナになって、まあコロナのね、リスクが高いなと思って行かなかったんですよ。でもうね、2年ぐらいですかね、品川のシーサイドでミニ四駆の大会とかがあった時に、一緒に行ったね、友人と一緒に食べるみたいな、そういうのがね、だいたい行事として毎回やってたんですけど、それができなくなって、もう2年ぐらいね、食べてなくて、
でツイートとねフォローしてるんでツイッターでもうなまあ流れてくるんですよビゴリのね CM が。そうするとねすごい食べたくなって、まあ2年ぶりにねちょっと朝早い時間のその空いている時間とかだったらまあいいかなと。まあ夕方になるとねそのさっきも言ったその何人もなんていうの夕方になってとかその就業後イオンが閉まった後とかに清掃とかが入るんでまあその後のねフードコートだったらまあ綺麗なんじゃないかっていう感じで今日ちょっと行ってきたんですけど、まあやっぱりねピゴリ美味しいですね。ボロネーゼってそのミートソース普通まあミートソースって言いましたけど普通のミートソースって結構なんていうの肉よりもトマトのね入れる量とかの方が多かったりとかするんですけど、まあビゴリはねそのボロネーゼは肉の量がすごい多いなので結構味がしっかりしてて、でパスタもね生麺でねすごい美味しいんですよ。通販とかもやってるんでぜひねちょっとリンク貼っとくんで興味のある方は買ってみてください。はい、じゃあコーヒーいただきます。うん、いい香り。うん、美味しい。いや目が覚めるね。ちょっとね5分ぐらい昼寝しようかなと思ったのが1時半で今もう3時になっちゃうんですけど寝すぎちゃったなっていう。これからねいろいろと取り戻すために頑張らないとなっていう感じですね。うん、美味しい。